こんにちは。ラムっていうグラビアアイドル知ってます？そういうね、グラビアアイドルの人がいるんですけど、そのラムさんがですね、ご自身の YouTube チャンネルで、痴漢に遭いましたっていうね、動画を、上げてるんですよ。ちょっとね、こちら。こうね。痴漢に遭いましたっていうね、わかるかな、動画を上げてて、まあそのね、そのまあ簡単に説明すると、まあこのラムさんが山手線に乗って電車降りて駅のホームを歩いてる時に、変なおじさんがね、近寄ってきて、こう肘でグイッとね、このラムさんの胸をむにっとして、で立ち去っていったっていうね、ことがあったらしいんですよ。っていうのをこの動画で説明してて、でね、もうこれね、本当にね、遺憾ですよ、これ。誠に遺憾だなと思って。そのね、そのラムさんにね、肘でむにっとしたね、おじさん、なんか50代くらいのおじさんらしいんだけど、恥ずかしくないの？そんなさ、いい年越えてさ、なんかさ、見かけたさ、ちょっといいなって思ったさ、女の人いたらさ、こう肘近づいてって肘でね、むにってする。もう恥ずかしいと思った方がいいよ、いい年越えても。同じ男としてね、もう情けない、そんな人がいると思うと。でね、すごいこう俺腹立ってんだけど、そういうね、おっさんに対して。でね、なんかね、その、このね、ラムさんが挙げた痴漢に遭いましたっていう動画のね、反響としてね、ツイッターでね、なんかいろんな人がね、いろんなこと言ってるらしいんだけど、そのことがね、ネットニュースになっていて、ね、今ね、こういうニュース見つけたんですよ。このネットニュースが、まあ、何なのかっていうと、そのね、痴漢にあったっていう動画に対して、ツイッターのやつらが、売名行為だとか、そこまでして売れたいのかみたいな、本当ね、心ないね、ことをね、書き込んでるらしいんですよ。もうね、もうこんなね、もうわけわかんないことになってるなと思って、なんでね、そんなこと言えるんだと、痴漢に遭った人に対して。でね、これはちょっとね、ちょっとなんか取り締まりたいなと思って、ちょっとね、僕ツイッターやってるんで、ツイッターの方でね、ラムさんに対してね、なんかそういう変なこと言ってるやつに対してね、ちょっとね、ちょっとね、お説教ではないんですけどね、大人のね、意見をね、こう言っていきたいと思います。すいません。それで実際に僕が変なツイートをしてる人にリプを送る様子をこうやって撮影してたんですけど、なんかカメラの設定間違ったのか、画質すごいクソーなってたんで、ちょっとね、まあこうやってね、アフレコでやっていくんですけど、ほんとね、ツイッターでね、いろいろ調べたら、ほんとね、ラムさんに対してね、失礼なこと書いてる人が多い。でね、ちょっとね、紹介していくんですけど、まずね、このツイート。ちょっとね、アカウント情報はね、個人情報なんでね、見せないようにしてるんですけど、このね、最終面接前に、コンビニでラムのグラビア見てたら立たない程度にムラムラしたっていうね、こういうツイートしてるやつもいたんだけど、なんでね、なんかそんなことツイートしちゃうのみたいな、する必要ないじゃんみたいにね、
まず思うんですけど、まあね、こういうね最終面接前ラムのグラビア見ちゃってるね人にね、こう私はねリプを送りました。最終面接前にリラックスしたい気持ちはわかりますが、精神的落ち着きを取り戻す手段としてグラビアを見るのは悪手かと思います。フリスクでも購入して舐めてみては。はい、あのね、最終面接前でね緊張してるのはわかりますけど、あのそんなねグラビア見たところで落ち着かないですから。はい、フリスクとかね舐めてね、こうねスーッとね鼻をね、鼻と喉をね空気通して、はい、リラックスして最終面接臨んだ方がいいパフォーマンス見せるんじゃないかなって思いましたけどね。はい、はい、次いきますけど、次のツイートがこちら。シャドバの番組出た時ラムさんいたけどエロくて直視できなかった。まあ、まずね、あのシャドバの番組っていうのが何なのかは分かんないんですけど、あの、まあ、ラムさんがね、まあ、どんな格好してたのかも分かんないですけど、まあ、ちょっとそれを見てね、まあ、もう見てたら我慢できねえってことなのかな、うん、まあ、そういうツイートしてる人がいたんで、ちょっとねこの人にはこう語りかけました。ラムさんを応援したい気持ちがあるのであればどうか直視してあげてください。何もやましいことではないのです。それによってあなたがどうなるのか、それは流れに身を任せればいいのです。はい、はい、次いきます。次のねツイートはちょっとねちょっとひどくてね、これ読むのもねはばかられるんですけど、まあ、ちょっとねこう世直ししていきたいっていうね、気持ちあるんでちょっと読みますけど我慢して、はい、こちらです。久々のラムちゃん気持ちよかった。仰向けでビゴって首まで飛んできた。ちなみに連続2回抜き。これに関してはあのツイートしなくていいじゃんとはわざわざなんでこんなことね公表しなきゃいけないのかとツイッター上で、うん、もうその一言に尽きると思うんですよ。なんか公表する必要ないでしょって。なのでねこうね、まあ当然のようにこう語りかけましたよ。わざわざツイートすることなのでしょうか。恥ずかしくはないのですか。お疲れ様でした、うん、まあ、このね、まあ、これだけ送ればねいかに自分が恥ずかしいことツイートしているのか、まあね分かってくれるんじゃないかなと思います。はい、次ね、まあ、とりあえず最後です。まあ、いっぱいこれ以上ねいっぱいあったんだけど、まあ全部やってたらきりないから、まあ、今回はねこの人を最後にしますけど、まあねこういうこと言ってる人がいたんですよ。はい、初めてラムでバキバキに立った。悔しい。何を悔しがる必要があんのかと。何を悔しがってんだって思いましたね。はい、そんなね悔しがることないでしょっていうね、まあ、こう語りかけましたよ。悔しがることではありません。自らが健康であることを喜ぶべきです。ラムさんで立つことは恥ずかしいことではありません。はい、あの本当ね皆さんね失礼すぎますよラムさんに対して。うん、みんななんだかんだ言ってねありがたがってんでしょ。グラビアやってくれてもっと素直に感謝の気持ち伝えてあげてくださいよ。ほんと、今回ね、あの、まあ、ラムさんが痴漢被害および SNS の方でね、あの、二次被害あったっていうことで、ちょっとね、
ツイッターの方取り締まりおよびちょっとね間違った方向に進んでるね方々に対してね、助言というかねそういうのを送らせていただいたんですけども、まあねまたなんか乱れてるなーってね思うことあったらねまたなんかね同じようにね助言をね送っていきたいなと思います。気をつけましょうね。